おはようございます、今日の話はアメリカの高校生が学んでいるお金の教科書というアンドリュー・スミスさんの書いた本の中から、同名の題でブログを書きました。大抵の人は同じ仕事を続けたり、同じ業界の中でさまざまな職種を経験したりしてキャリアを築いていく。このキャリアの項目をちょっとピックアップしてみました。ずっと同じ会社でキャリアを築く人もいるだろうと。例えばあなたが冷蔵技師ならキャリアを通じて複数の家電メーカーに勤めることになるかもしれない。あるいは公務員になって地元の自治体に就職し、会計係、プログラムマネージャー、プロジェクトスーパーバイザー歴任するというケースもあるだろう。いずれのケースもずっと同じ業界で働いているので、業界をベースにしたキャリアを構築できる。自分のキャリアが最終的にどうなるのかを予想するのは難しいが、大体の方向性を決めてそれに沿った正しい決断を下すことが大切だと。でアメリカにおけるベビームーバーというのは1957年、1954年生まれですけれども、その層の若い層はです、50代の半ばに差し掛かっています。そんなキャリアの終盤が近づいた彼らはですね、平均して12の違う仕事を経験しているというんですね。で今の若い人たちはこれからもっともっと転職が増えるだろうと。でそうすると現代のアメリカで一つの仕事を続ける長さは平均して4年半、ですから今の若い人たちはこれからもっともっと変化がやってくると。仕事や環境の大きな変化を何度も経験するようになるよと。転職が多くなりますからね。しかし残念ながら将来必ずやってくる変化に対しての万全の備えをしている人はほとんどいないと。転職が当たり前になる世の中では変化を見据えたキャリアプランが重要になる。それはどういうことかというとですね、あなたその転職によってあなたの生産性が高まって、雇用主によってより価値のある存在になることが大事なんだと。こうやって築いたスキルや能力があなたの人的資本だ。だからこの人的資本を高めるようなキャリアプラン、あるいは転職をしていかなければならないということですね。そして、そうしていくとですね、転職がすごい有利になってくるよということです。でおすすめできないキャリアはですね、業界と職業の両方を変えることだ。そうすると全く前の経験が役に立たなくなることがあると。でもう一つはですね、必ず就職してもですね、そこで終わりではなくて、働く限りずっと学ばなければいけないと。学ぶのをやめなかった人は大抵キャリアで成功して稼げるようになるよということですね。で、17歳か18歳で10年先のことはわからないけれども、いろんなですね、複数の職業で応用できる実務的なスキルを一つは磨いておくことが必要だと。でもう一つは興味のある業界の中から関連する仕事をですね、選ばなければならないということを言っています。じゃあ今日はこれで終わります。